国府中藩第十六代の藩主。明治維新後は、初代当主、宗重直より一時を取って、宗重正と改名した。後下四年十一月六日、第十五代藩主、宗吉風の三男として生まれる。はじめ父から生子に指名されていたが、父が、側室の壁とその間に生まれた息子の勝つ地を、超愛して聖子にしたため、吉立は拝着された。 しかし、かつ千代が、安政六年に死去し、万円元年に、壁も追放されると、生死に復帰した。そして、文久二年十二月二十五日一月五日に、父が隠居したため、家徳を継いで、第十六代藩主となった。しかし、源氏元年の第一次長州征伐で、長州藩が敗北すると、吉立の母方の叔父に当たる勝井五十八郎が、 保守族論党と共にクーデターを起こし、藩の主導権を握っていた、義党の過労、大浦京之助ら104名を処刑した。しかし、慶応元年に、勝浦保守族論党も義党の残党によって暗殺されるなど、若年の藩主の下で混乱は続いた。また政治面でも、生産型を設置して貿易品販売を行ったが、失敗し、 さらに解剖費の膨張や計画性のない借金の連続で犯罪性は破綻した。慶応4年の母親戦争では新政府に組みして大阪まで軍を進めた。明治2年6月の反遺跡奉還で伊豆原藩知事に任じられ、李氏朝鮮との交渉を任された。明治4年7月の廃藩知県で藩知事を面官され、以後は外務大進むに任じられた。 明治17年7月、白尺を授けられる。明治23年2月、三条耳に、公爵への昇進を願う。もともと宗家は、国主格の大名であったことなどをその根拠としている。明治35年5月25日に死去した。去年56。ありがとうございます。